こちらはですね、KDDI 研究所の、独自高画質エンコードアルゴリズムを搭載いたしました、H264 用の、高速高画質を実現できる、コーデック、ライブラリーとなります。で、名前は MP ファクトリーと申します。で、これはですね、非常にその高速、それから高画質を実現できる、H264 エンコーダーであるだけではなくてですね、実はさまざまな機能も提供できるようになっております。例えばですね、H264 の非常に小さく圧縮されているものを編集することが難しいんですけれども、こういった編集をするライブラリーですとか、あとは自動的に透かしを入れるものですとか、あとはちょっと隣にもあるんですけれども、画質をですね、自動的に評価できるようなアルゴリズムについても使っているようなものでございます。で、実は本日はですね、この MP ファクトリーという、ハンドリングライブラリーをコアといたしました、3つの製品を展示させていただいておりまして、1つはですね、ブルーレイディスクのオーサリングに利用できます、クオリティステーションといいますハイエンド向けのエンコーダー、これも Windows PC 上で動く非常にハイエンドなエンコーダーとなります。それからですね、今度はちっちゃくなりますけれども、ワンセグエンコーダー、こちらはですね、実際に今撮った映像が、ここからワンセグの電波を吹いておりまして、リアルタイムに映像が出ているという状態なんですけれども、このエンコーダーもこの MP ファクトリーのエンジンを使っております。そういったワンセグエンコーダー、さらにですね、スマートエンコーダーというものもございまして、こちらはですね、現在サービスが始まっておりますアクトビラですね、アクトビラ向けのコンテンツを、ドラッグ&ドロップのシングルアクションで、提供できるようにしたという画期的な製品となっております。で、これら3つがですね、全て、非常に、高画質を実現できる MP ファクトリーというライブラリーをベースとした、プロダクトとなっておりまして、今回展示をさせていただいております。